ごきげんよう、ジャパラの皆さん、宮でございます。ごきげんよう、ノブです。バロン竹島客船ターミナルへやってまいりました。よし、来たで。今回は伊豆大島へリベンジしたいと思います。荷物がこんな感じになっております。で、天気はバン曇り模様あれちょっと怪しいですね。ここはね、浜松町の駅から近くにある竹芝客船ターミナルっていうところから伊豆大島行きのフェリーが出るんですけど、今日はジェット船でいつも通り行ってみたいと思います。でね、まだね、時刻はね7時25分です結構早い時間に集合しました。2人ともが朝6時ぐらいに家を出ております。7時55分発の便で伊豆大島へリベンジへ向かいたいと思います。荷物はね、別の動画でスタッキングをいつも通りやるんでね、楽しみにしてください。宮編の具編という形でね、またやるんで、こちらの動画もお楽しみに。それでは行ってみよう。竹芝桟橋はここでね、チケットを買います。こちらの乗船票記入台で乗船にね、名前を書くんですけど、住所と年齢とかを書きます。そして天気予報はこんな感じ。八丈島行きと、あとバンテアンクルーズとかね、あとジェット船、こういうのがあります。今日は空席ありでちゃんと出発するみたいですね。これですね、夜10時の大型客船というのもあります。はい、どうぞ。はい、ピンク号。おー、行け行け。前回と一緒。ございまして、さらば東京、違うわ、東京のままだはい、到着しました。結構揺れましたよ、今日は。まだ風が10メーターぐらいかな、今日は。レンタカーを借りに来ました。今日は行こう5位、よくわかんないな5位に行っちゃう。釣り人にね、同じのね、モービルレンタカーさんにね、こんな感じになってます。今日はね、なんと昨日のお客さんが台風がけでね、室味が爆調しているということなので、はい、なんとね、氷までね、タダでもらいました。2本いただきました。モービルレンタカーさんは空いてる限り氷が無料でもらえるらしいです。これは助かる。さあ、それでは室味釣りに行くぞ。よし、行きましょう。今日の釣り場をこことする。あ、さあやってみますよ。というか風が強すぎて湾内でやってみたいと思います。あれ、引かない。ヒットヒット。おっ、あ、エソー、エソーかわいい、エソでした、エソでした。はい、伊豆大島ファーストヒットはエソでした。リリース。
釣れた釣れた釣れた。あ、エッソエッソエッソ、またもエソ。こちらもリリース。見てください、もうあまりに概要ひどいんで次の漁港行きます。はい、次の釣り場を元町港としましょう。ちょっと風ないね。やっぱ風裏ですね、ここは。よし、ここでやろう。ローリングスティック。さあ、こんなん釣れるかな。ぶっ飛べー。うわ、すげー飛ぶ。めっちゃ飛んだ。めっちゃ飛んだ。バレた、バレました。見えた。値段のないもの、明日は値段ある。明日は100円。今晩の食材、大島ニンニクっていうのもあるけど、これもあれなのかな、なんか丸投げとかにする。あ、うまそうですね。ニンニク300円、いただきます。新式仕事終わり。どれだっけ、こういう赤じゃないですか。安定の今日はこれにしましょう。今日もでしょ。諸事情により今日のお昼ご飯はベニヤの美味しいコロッケ、あとカニクリームコロッケ、これをパーンに挟むっていうシンプル昼飯。まあ理由はね、後ほど説明したいと思います。とりあえずこれを食べたいと思います。はい、のぶちゃん。はい、ありがとうございます。牛肉コロッケ、ここのね、大島のね、揚げ物はうまい。なんでかっていうと、椿油で揚げてるっぽい。だからちょっとね、香ばしいっていうか、なんか ふんわりしてる味っていうか。あ、油がいいんでしょうね。食べてみそう。いただきます。いや、もう、うん、ほら味違うよね。うまっ。甘い、うん、そう、甘い甘い甘いっすね。おい、先ほどね、いろいろの諸事情があってご飯をね、食べるのを慌ててやったんですけど、こう海のふるさと村の、ね、入り口のね、道路がね、台風15号の影響で、通行止めになっちゃいました。あらあら。で、今日ね、実はね、船の便ももうちょっと遅い便だったんですよ、予定では。でもね、別のところの駐車場に車を止めて、で、送迎バスでキャンプ場まで行ってくれるということらしいんですよ。なのでこの先は行けません。台風15号の影響でこんな感じになってしまったんですけど、2019年の12月頃にこれが開通するらしいです。というわけで、駐車場をね、ずーっとこうね、行くとね、また戻る感じでね、戻っていきたいと思います。よー、到着。イエーイ。いや、この T シャツかっこいいですね。ここはどこのキャンプ場かと言いますと、海のふるさと村っていうキャンプ場ですね。で、今回の伊豆大島なんですけど、伊豆大島はキャンプ場が
2個だけで前回の大雨強風キャンプの時の陶式キャンプ場ですね。あそこはね、残念ながら台風15号の影響で、うん、トイレと炊事場、炊事場ですねの屋根がちょっとね被害に遭ったということなので、今回は急遽ね、こちらのね海のふるさと村の方に来てみたら、めっちゃでかいね、めっちゃ広いっす、すごい、そして綺麗、最大200名入れるらしいです。ラッキーセブンのねテントサイト、こちらを借りてる状態です。そして荷物がもうもはやこういう状態でもね、今日はねこのフリーサイト貸し切りですよやばいね、また貸し切り、誰もいないです、うん、こういう状態で誰もいません。こんな感じですね。でね、こちらのキャンプ場の紹介はまたね別途配信させていただけますので、こちらを見ていただくと嬉しいです。時刻は4時、まあ、4時までに受付ということだったんで、無事に受付が完了したということで、よし、のぶちゃんテントを張ろうか